どうも、ナオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、皆さん、主人公のスキル構成ってどんな風になってますか？私の最終的な結論ですけども、こういう感じに落ち着きました。混沌の断り、ラスタキャンディ、ランダマイザー、神田美の守り、佐世木の舞、月歴干渉、不屈、奈落。こんな感じですね。攻撃スキルはなしです。普通にね、ストーリーを行くのであれば、攻撃はありと思うんですよ。無楽も入れて、万能プレロマを2つ入れていいと思うんですけども、レベル999に挑むようになると、攻撃はしません。しない方がいい。うん。他の仲間に任せた方が、火力が断然出るんですよ。断然出る。で、結局のところ、使うのって、ほぼほぼ二つです。これ、佐世木の舞、マガツキゲージを上昇させる技と、月歴干渉、プレスアイコーンを、消費せずに次のものに順番を回すってやつ。この二つをしょっちゅう使うようになって、他はね、あんま使わない。うん。まあ、一時期この混沌の断りをしょっちゅう使ってたんですけども、使いません。レベル999になると使わない。これをするよりも、とにかく攻撃をして、敵を早く倒すっていうのが先決になるので、わざわざ敵のね、プレスターンアイコンを減らさずともいい。うん。まあ、とにかく、敵の攻撃を吸収して終わらせるように、まあ、運要素が強くなるのかな。うん、そういう感じになりました。なんで、まあ、混沌の断り抜いていいかもしれない。うん。マガタマ倒すときだけ使ってるんですけども。まあ、基本的に使わないですかね。で、カンナビの守りも、いらないかなと思ってます。まあ、確かに 30% ダメージ軽減してくれるんですけども、まあ、敵の攻撃直撃すると、HP 低いやつほぼほぼワンパンでやられるので、これもいらないかなっていうところですね。うん。これ入れるぐらいだったら、生き返らせて、パーティーに戻すやつ、あれを入れた方がいいのかなっていうふうに思います。まあ、とにかく、この佐世木の舞と月歴干渉、この二つは、まあ、最初からでもいいので、入れておいてください。うん。まあ、主人公を攻撃させるよりも、仲間に回していった方が、断然いい。そういうふうな結論に至りました。まあまあ、前からね、コメントでそういう風に教えてもらってたんですけども、まあ、プレイ時間250時間ぐらい過ぎて、999に挑むようになったらば、まあ、そうだよねっていう風に思うようになりました。はい。主人公の、最終的なスキル編成の着地地点がこんな感じになってます。まあ、おそらくこの混沌とカンナビ、は抜くかなとも思うんですけども、まあ、ラスタキャンディ、ランダマイザー、バフデバフですね。と、佐世木の舞と月歴干渉。これはもう間違いないと思いますので、こんな感じでどうでしょうか。はい、これが私のスキル編成です。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。